国鉄 C61 形状機関車国鉄 C61 形状機関車、国鉄 C61 型蒸気機関車は、1947年、昭和22年から1949年、昭和24年にかけて製造された、日本国有鉄道、国鉄の急行旅客列車用テンダー式蒸気機車で、ある D51 系のボイラーを流用して製造された。 戦後は旅客輸送需要が急増し、戦時中製造がストップしていた旅客用機関車が急激に不足したため、国鉄は戦前に製造していた C57 型、C58 系、C59 系の追加製造を行うことを決定した。しかし GHQ の許可なしに心臓ができなかったため、実際に心臓できた量数が少なく、機関車不足を解消できなかった。 その一方で終戦により貨物輸送需要は逆に激減していたことから苦肉の策として余剰となっていた貨物用機関車の D51 型と D52 型を旅客用機に転用改造することとなった既存車両の改造名義であれば車両新造に比べて製造の制約が少なかったからである三菱重工業及び日本車両製造の手により 三3 3両が製造された。本形式は D51 系の改造名義ではあるが、流用したのはボイラーと一部の部品のみ。さらに、主に改造に回されたのは太平洋戦争末期に製造された品質が悪い車両であり、中にはボイラー流用は名目のみで新しいボイラーを製造した完全な心臓に近い車両もあった。走行部は、 C57 型をベースに設計されているが車重は増加 C57 の代替として製造された経緯から同形式の入線線区に適用する水準に軸重を軽減するため重輪を設計変更して二軸台車とした 2C2 型のハドソンと呼ばれる車軸配置となっている C61 型と同時に改造が進められていた C62 ガタはやはりハドソン型軸配置を採用しているが、こちらは途中で労働葬儀のために完成が遅れ、先に C61 型が完成したため、日本初のハドソン機は本形式となった。また、当時は日本国内で供給される石炭の質が非常に悪かったため、パワーを出し切るにはボイラーへの大量の石炭投入が必要であった。そこで、 機関助手の労力を軽減するため、日本の機関車としては初めて自動急炭機、メカニカルストーカーを採用した。C62 型と同様に、受台者の取付ピン位置を変更することにより、動輪上軸重を軽減できる構造になっており、電化が進展した場合は、C58 型などが運用されている、平線区へ転用可能な考慮が慣れていたが、 軌動車の増備が進んだことなどもあり、実際に、軸重軽減工事が施行されることはなかった。東北本線、常磐線、奥羽本線、秋田大森間、日報本線、鹿児島本線という地方幹線に配属された、本形式は、旅客列車を中心に、多くの列車を牽引した。性能や、大きさから、C57 型や C60 型と共通に、 運用されることもしばしばあった。C57 型と比べた場合、ボイラー容量が格段に大きいため出力が上回っている反面、軸重とシリンダ牽引力でわずかに劣ったため、ボイラー容量がものを言う、優等列車牽引では優位に立ったが、軸重とシリンダ牽引力が重要な、普通列車牽引では、C57 型の方が適していたと言われる。また、 C60 型と比べると、出力で若干上回る一方で、牽引性能で劣っていたが、自動休暇装置がついていたことは、大きなアドバンテージで、優等列車牽引では、C61 型が優位だった。最たる例は、昭和30年代の東北本線仙台以北で、北海道連絡の特急、急行列車は、基本的に仙台機関区の C61 型が、 仙台青森間を投資で牽引したのに対し、C60 型は、優等列車の森岡北の補機や普通列車の牽引が中心であった。両数が少ない上に、主な運用の場が大都市から離れていたことから、地味な存在ではあったが、東北発の特急、初りの仙台青森間、並びに、東北発の新大特急、白鶴の同じく仙台青森間、デビュー当初の、 初つり、並びに、白鶴の森岡青森間は、急行配の十三本木峠越えの区間に備えて、C60 型を全部補起として、連結や、東京西鹿児島、後に西鹿児島間を鹿児島本線経由で結んだ、新大特急、早草の九州内をはじめ、東北本線や鹿児島本線などで、数々の特急や急行を牽引していた。また、東北本線では、 旅客列車以外にも、北だからといった、古希5500型などで編成された、特急貨物列車や、急行貨物列車を建引することもあった。なお、大湯本線の秋田青森間でも、C6118 を含む計8両が、青森機関区に転属してきた1958年10月の、ダイヤ改正時から1960年代前半の、時期にかけては、1960年、 昭和35年10月のダイヤ改正時から、青森機関区に配置されるようになった C60 型との共通運用で急行、日本海などの牽引を担当し、その後、大宇本線の秋田青森間の客車編成の優等列車の牽引機が無縁化されてからも、引き続き C60 型との共通運用で、普通列車や荷物列車を牽引した。また、後に、 胴体保存機となった C61-2 と C61-20 を含めた最後の6両、他に C61-18.19-24.28 の4両は、1968年、昭和43年10月のダイヤ改正で、東北本線の森岡青森間の電化が完成してらは、1971年、昭和46年10月に、九州の日報本,本線用として、 宮崎機関区に転属するまでは、青森機関区に集中配置され、大宇本線の秋田青森間において、普通列車や荷物列車の牽引機として活躍した、特に、新線に切り替えられる、直前の旧線時代の八立峠越えの区間、秋田、青森県境などで D51 型と共に使用され、鉄道ファンの注目を集めた。最後の運用地は、 九州の日報本線だが、胴体保存のために、C612 が1972年、昭和47年に、梅工事機関区に転属。残る5両も1974年、昭和49年の宮崎殿下までに大半が運用を離脱し、最後の1両も1974年、昭和49年に運用を外れ、1975年、昭和50年1月に、 用途廃止された。新生廃備時から1970年、昭和45年の鹿児島本線の全線、電化完成による廃車時までを九州、鹿児島本線筋で過ごした6両、C6112.1314.3132.33、都市機関区鹿児島機関区のうちの1両である、C6113 には1954年、 昭和29年の全般検査時に、鹿児島工場において、前方へ傾いた類似型門鉄デフ、正確には、いわゆる鹿児島工場式デフが装着された。常磐線、東北本線に、新生配置された車両では、1964年、昭和39年頃から、電角間の延伸により、前頭脇にシールドビームの副明かり LP405、型を取り付けた。 これ以外の改造としては、青森機関区所属車を中心に1960年代前半以降、補給運用や逆行運転時に備えて、機関車全部へも暖房用上機関を引き通す工事を実施したほか、煙突周囲に補助所、煙板を設けたものがあった。また、一部の車両は D50 系の先代車脱線対策として、D50 型が装備していたスポーク車輪を本形式の 先代車、第二軸に使われているディスク車輪と振り返る工事が実施された。胴体保存機2両、生体保存機2両、内部分保存機1両、合わせて4両が保存されている。すべて三菱製。京都鉄道博物館、旧梅工事蒸気機関車館で胴体保存、西日本旅客鉄道、JR 西日本所属されている。詳細は以下の通り。 東日本旅客鉄道 JR 東日本で胴体保存されている。1973年昭和48年8月28日に除籍された後群馬県伊勢崎市の化造寺公園遊園地で生態保存されていたが2009年平成21年12月8日に JR 東日本が3億円をかけて胴体復元することを正式に発表した。2010年 平成22年1月19日には保存場所から搬出され、大宮総合車両センターにて修復工事を行い、2011年平成23年3月31日に復元完了、車席復帰が行われた。6月4日より上越線、高崎、水上間で営業運転が開始された。なお、C611 は、 旧東北鉄道学園に保存されていたが、1996年、平成8年頃に解体されており現存しない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。